2021年も気がつけば早く月。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？ねえ、前回のドタ動画3ヶ月前なんですけど。あれれー。おかしいなー。記憶抜け落ちた？いや、まあ動画を投稿してないだけでずっとプレイしてるんですけどね。ただ動画を撮影してなかっただけで。ちなみにどれくらいプレイしてるの？最近は1日2時間。なんだ、それなら普通じゃないか。×6。×6？ 合計12時間くらいですかね。やりすぎだろお前。プレイ時間も1500時間を超え、ドタの面白さに浸っております。マイクラもクッキークリッカーも放置するだけでいいからね。もはやお前ドタ実況者として生きていけよ。今なら月100万がついてくるぞ。ついてこねえよ。メンタルコーチがつくなら喜んでやります。精神的な問題？全員倒したところで、そろそろ本編に行きましょうか。そうそう、最近新しいアップデートが来ましてね。アイテムやヒーローの調整がたくさんされたんですよ。ドタはアップデが頻繁に行われるからな。ちなみに今回のアップデで121ヒーローが調整されました。いじくりすぎじゃない？アイテム関係は46個調整されました。パッチと言いつつ別ゲーにするドタ、最高ですね。アクションゲーやってたら急に推理始まるみたいなもんだよね。ジャンル変わってるじゃん。そのアップデ後のドタで猛威を振るっているのが、このナイトストーカー。5分ごとに切り替わる昼夜で強さが変わる、面白いヒーローです。時間ごとに強さが変わるって、なかなか尖ってるヒーローだな。別名夜のストーカーだな。そださ二つ名付けないでください。その分集団戦をやるやらないの判断が明確なので、初心者でも使いやすいヒーローになっています。今回のレーン戦の相手はレイスキングだな。なんとかしてラストヒットを多く取っていきたいとこ。ねえ今ミスってなかった？ミスってないです。ねえ今ミスってなうんうん、いい感じの平和なレーン戦ですね。強引にカットするなし。一体いつ私がそれをしたと気づいたんだ。おそらく視聴者全員気づいてると思うぞ。このまま夜になるまでゆっくり経験値を稼ぎましょう。よっしゃ、夜になりましたね。なんかナイトストーカーの姿が変わったな。ナイトストーカーは夜になると、移動速度と攻撃速度が上がります。今まではよくもやってくれたな。ここからが反撃の時間だ。おっぱっちナイスフック。いい感じに敵を孤立できたな。ここまま殴れ殴れ。このままね。よし、キルできましたね。キルログにはパッチがキルしたとあるんですけど。近くにいたので実質私の手柄です。傲慢すぎない？ちなみにナイトストーカーをバカにするとマリサが消しゴムになるよ。どういうことだよ。やはり人をバカにするのは良くないですからね。ハンムラビ法典よろしく、それ相応の罰を与えるべきなんです。悪いことはダメってちゃんと言わないとね。やったことと罰が見合ってないんですが。ほら、このレイスキングもそのシステムに乗っ取りキルされたんです。こいつもナイトストーカーのことをバカにしたのか？ YouTube にバラエティ番組を違法アップロードしてました。極悪人じゃねえか。敵を成敗したところで、早速タワーを攻撃しましょう。夜の間になるべくプレッシャーをかけておきたいですね。ほらほら、私は天下のナイトストーカー様だ。そんなところで悠長に痛い絶対。手のひら返しが早すぎる。おっぱっちナイスクック。夜が明ける前にパパッと倒しちゃいましょう。キルログが流れないな。これはレイスキングのウルトで、一回生き返ることができるやつですね。しかも夜が明けたじゃん。私戦えないって、パッチ助けて、敵の裏垢特定して SNS に流してやっ。それは助けたとは言わないのでは？レイスキング、よくもやってくれたな。私の真の力をお見せしよう。ウルト発動、一定時間フォルムチェンジし、強制的に夜にする。これで昼の間も一定時間戦うことが可能。けど急に夜になると洗濯物とか干せなくなるよね。何の心配してるの？ってことで、無事にソロキルできました。レイスキングはウルトのクールダウン中が弱点ですからね。ってことで、トップタワーを壊しました。オフレイナーの立ち上がりとしては順調ですね。今は昼だし、ウルトもクールダウンだから戦えないね。高木も頑張ってたしな。高木どっから出てきたし。まあこのまま有利を維持しつつ、ファームしていきましょう。味方ナイスキル。合計キル数もこっちが上だしな。うわ、レイスキング来てるじゃん。やめて、攻撃しないで。私戦えないから、後でミスドの割引券あげるから。見逃す対価ショップ。ふう、なんとか見逃してくれたみたいですね。お、夜が訪れましたね。ここからはアグレッシブに行動していきましょう。どうやら集団戦を行うみたいだな。ミニマップで敵味方が集まってますね。私も TP とウルトで加勢しに行くぞ。まずは1キルを取ったな。人数差がある今がチャンス。ウルト発動、上空視界を取りつつ敵を追いかける。ウルトのフォルムチェンジは視界も広くなるんだね。しかも空を飛んでるのでどこへでも移動可能。うんうん、集団戦は無事に勝利しましたね。この流れでミッドレインのタワーを取りに行きましょう。よしよし、無事に壊せました。このまま敵陣地に圧をかけていきましょう。近くにもリジを置いておこうぜ。敵幽霊か何か？敵陣地でファーム中、相手にファームをさせず、自分たちのファームを通す、ドタをやってる中でも上位に入る快楽ですね。常識みたいに紹介されましても、
この快楽ってあるあるなんじゃないんですか。日本国民の 105% がドタプレイ中にわかるんじゃないの。日本国民オーバーしてんじゃん。いやー、このあるあるが通じないって驚きですね。日本と海外のギャップを感じる時くらい衝撃ですもん。まあ海外に行くと価値観が変わったりするからな。まあ私海外行ったことないんでわかんないですけど。じゃあなんで例えにあげたし。よしよし、ボトムレインのタワーを壊せましたね。ちなみに今タワーを壊した影響でストーンヘンジの岩が一個粉々になりました。とんでもない被害が出てるんですが。どうやら近くで集団戦が行われる様子。夜が明けるまであと1分ですが、私も火星しに行きましょう。オラオラ、ナイトストーカーがやってくるぞ。もうすでに集団戦が始まってるな。待って待って、始めないで。あーなんかもう大乱戦になってるし。集まって行動しなかったお前が悪いって言われてるね。じゃあ後でマリサを消しゴムにしましょうか。だからなんで私？やばいやばい、体力がない。レイスキングは殴っちゃいけないけど、ここで足止めしないと味方がやられる。やられちゃったね。うん、もう少し早く寄っておけばよかったですね。よし、トップタワーを壊した。このまま油断しているジャガーノートを倒しに行きましょう。ウルト発動からの範囲サイレンス。上空視界があるから逃げ場はない。よしよし、ここのソロキルは美味しいですね。BKB を購入。これで集団戦でも動きやすくなりましたね。バイク川崎バイクだね。その BKB じゃない。確か使えば一定時間スキル耐性を得れるんだよな。これとウルトで敵をボッコボコにするっていう作戦ですよ。ミッドレインのタワーを攻撃中、スナイパーをおとりにして、集団戦を勝ち切ってみせます。敵がやってきた。ウルト発動、そしてサイレンス発動からの BKB 起動。まずは1キル、いただきました。そして次は後ろに控えるサポートを襲撃。BKB 発動中だから妨害されずに削ることができる。オラオラ、待て、他の味方じゃなくて私を見ろ。よっしゃキル、うまく味方を分断できてるな。私がサポートの攻撃をタンクできたので、他の味方はまだ戦えそうですね。これこそがオフレイナーの集団戦ですよ。うん、しっかり全員倒せましたね。この集団戦を勝てたのはかなり大きいな。このままの勢いで敵本陣に切り込んじゃいましょう。おお、ちゃんとミッドレイン本陣のタワーを壊せましたね。2部以外の4人、かなり火力を出せるね。じゃあこれ2部いてもいなくてもあまり変わらなくね。ねえ泣くよ。じゃあいいですよ、そこまで言うならやってやりますよ。私が集団戦をコントロールしてるって言わせてやりますよ。BKB からのウルト起動。このまままずはサポートを殴り続ける。オラオラ待て、味方には指一本触れさせない。ウルト中のナイトストーカーってかなり強力だよな。よし、まずは1キル。次はお前がディスラクター。私と一緒にインファイトしようぜ。よし、2キル。敵がバイバックしてきたな。ここは体力がまずいか妨害された。ならばぶん殴れ。こちとら殴り合い最強格のナイトストーカーだぞ。よっしゃ、トリプルキル。いい感じに敵サポートとコアを分断できたな。ここは欲張らず、残りの敵は味方に任せましょう。ちゃんと倒してくれたな。よし、あとはプッシュするだけ。できる限り敵のタワーを降りましょう。トップレインのタワーを壊し、残るはボトムレインを残すのみ。いい感じにミッドレインを押しつつ進みましょう。ここまで有利だとこの試合勝ったも同然だよね。し食べに行くぞし。はい、フラグ立ちました。いやいや、ここから負けるわけありませんよ。敵が飛び込んできた。集団戦開始。敵も続々集まってるな。まず最初のフォーカスはジャガーノート。ウルト起動からの BKB 発動で削り切る。え、ちょっと待って、敵の火力高くね。クラブ回収早すぎない？今までとは比べ物にならないくらい削られたんだけど。あっやばい、体力まずい。助けて助けて、マックの割引クーポンあげるから。その謎のクーポン推しなんなの？さっきの集団戦からズルズル負け始め、いつの間にか不利な状況になってしまいました。ほらな、フラグを立てたからこうなるんだぞ。まあこれもマリサのせいですね。ニンニク目に投げるよ。ちょっと待って、トップで戦う気じゃん。この集団戦はすぐに参加しないと負ける。こっちの後衛を守りつつ戦うしかない。未だ、BKB とウルト起動、味方のスナイパーを全力で守る。よっしゃ、ダブルキル。敵のレイスキングは味方がかなり足止めしてる。今この瞬間に生まれた人数差を生かして押し切れ。レイスキングはもう一度復活する。敵が反撃に出る前に囲んで殴り切るしかない。うおお、削れ、削れ。レイスキング撃破。このまま残りのインボーカーも倒し切る。よっしゃ、4人ダウン。味方は全員生き残ってるな。ここのチャンスを無駄にはしない。敵がリスポーンしてくる前に敵本陣を全員で叩く。よっしゃ行くぞお前ら。人数はこちらが有利。ゴリ押しでもいいからタワーを壊しきれ。やばい、このままじゃボケることができない。何の心配をしてんだよ。今回は前回の判定を踏まえ味方の到着を待つ。今だ、ウルトと BKB 起動。私がタンクとなって敵の攻撃を受ける。その隙に敵を削り切るんだ。よし、敵は残り1体。レイスキングのウルトは今使わせた。もう一度ここで囲んで殴り倒す。よっしゃ、ダウン。
そして敵本陣のタワーは全て壊した。このままエンシェントを壊して決着ですね。一時は逆転されてかなり危なかったな。しかし、ちゃんと集団戦で貢献できてよかったですね。ということで GG、無事に勝利できました。それでは今回はここまで。ナイトストーカー、みんなも使ってみてくれよな。次回もまた見てね。